はい、直澤です。こんにちは。こんにちは。久しぶりのね、ちょっとドライブです。今日は、はい、今亀岡の方にね、向かっています。今日は直澤さんがいろいろ行くとこ調べてくれたから。そうですね、一応ね、はい、調べて、いろんな観光地あるんですけどもね、まあ自分らのチョイスしたとこだけをね、ちょっと回ろうかなと思ってますけども、でも同じような感じ。あ、そうなん。あー、カラに登った。はい、かなり上がってきましたけどね。道が狭いんでね、来られる方は注意しましょう。で、車がその止められへんで調べたら出てたから、ここですね。はい。駐車場って言えるもんでもなさけど。亀岡キリテラス、はい、それがね、こちらがこの先離陸施設のため危険。やっぱ盆地やからね、かなり霧が出るみたいで、朝早かったら多分今日も見れてたんじゃないかな。ちょっと雨上がりやったんでね、午前中まで見ることできるかなと思ったんですけど、残念ですけどね。こんな感じ。犬飼川って違うんだよ、うん、道の駅ガレリアって向こう側か。ガレリア亀岡、はい、あ、亀山城って書いてある、うん、あ、保津川も見えてる。あ、保津川下りね、うん、それもね、こっからね、亀岡からスタートしますから、ね、後ろゆっくりベンチ座って、どれどれどれ、後ろ、あ、ほんまに ね、ゆっくりね、うん、いい季節はあれね、夏場涼しいかもね、うん、これ他にはね、別にここは何もないんやな。発着があるから立ち入り禁止って、もしかして、あのな、ね、スカイダイビングもなんかするかな、これ。あ、そうなんかな、これ。そうじゃん、これ、え、この上足場になってんな。もう足場なの。わ、怖っ。こっから行くの。あるのはね、この見晴らし台だけなんですけどね。まあ気持ちいいからね、ちょっと見に来たかったんですけど。焼肉と精肉の平山さん。はいはい。まあ亀岡のね、特産の牛を使ってお安く提供している焼肉屋さんもチェーン店でやってたね、山ちゃんからだけどね。テイクアウトの弁当があるんでね。そこへ行きたいと思います。お、すごいいっぱい。平山テイクアウト弁当、焼肉弁当、特選焼肉弁当。コロッケとかもあるんや。サラダとか、うん、うわ、ちょっと目移りするね。うん、持ち帰りメニュー。え、こっちで弁当で、そっちは肉買えるんや、すごいな、これも。道の駅亀岡ガリレアさん、さっき買ったお弁当をね、食べてから、あとガリレアさんでちょっとお買い物しようかなと思ってます。今回はね、後部座席で食べるんですけれども、キャンプとかね、使ってます。このテーブルちょうど置いて、まあ足がね、入るスペースあるんで、このスタイルでね、食べたいと思います。今回は味噌汁やめて、ただのお茶だけにしときます。特選焼肉弁当、まあ、ちょっとね、お値段は張りましたけど、こっちが 700g ね、うん、いっぱい乗ってんね。で、薄切りで食べやすいとったやんな、こっちのもね、はい。なんかお茄子があったり、でサラダ、あ、これもなんか別にタレがついてんな、ドレッシングかな、それ、うん、お腹なってるじゃん。お腹グーグーなってるな、お前。じゃあいただいてみます。はーい。あー、美味しいわ。うん、これはね、食べ応えありますよ。ご飯も結構入ってんだよ、これ。うまいね、うん、たっぷり入ってんね。これは切り干し大根、切り干し大根かな。それとナスの炊いたのと、うん、水菜のね、合わせてる。あ、水菜やな、これ。うん、うん、あっさりしてる、いいわ。うん、直澤さん、忘れてませんか、私が食べてないこと。あ、すいません。いや、こっちもあったかいよ。
うん、これは焼肉じゃなくて牛めしなんで煮込んだ感じの感じです、うんうんうん、ちょっと先お肉だけ先一口、はい、柔らかい、美味しいですか。美味しい。ああそんなにね濃い濃い味付けじゃなくてちょうどいい感じ。結構量しっかりご飯も入ってるから、うん、ひょっとして相方さんにはちょっと多いかもしれんね。これでもうん柔らかいでね、私のね好みの脂身たくさんじゃない感じ。ここは赤身がしっかり入ってるよ。まあヘルシーかな、うん、やけれども柔らかい、うん、おいしい、はい、うん、こんな感じです、うん、ガリレア、うん、結構いろいろあるよ。アロハのお浸ししようかな、うん、100円、安いよ、うん、ちっちゃいのやったらいいけど、うん、それぐらいで、それぐらい、ちょっと、うん、腰悪いけど、でも肉厚いし、150円、肉上ネギ、おお、うん、こんだけ太くて100円、うん、長い、うん、これ買ってくる、肉上ネギ、はい、明智亀丸くん、後ろほらちゃんと刀背負ってんだよ。そうそう、だから亀山城を守ってんねんって、守ってんだこの子が、うん、まあいっぱいあるね、カレーも種類も、まあ、イノシシカレーにシカカレー、うん、酒粕カレーもあるほんまやね。すごく色が薄いっていうこの今日紫、ほらほんまや、めっちゃ薄口やな、うん、今日行くでここ、あ、おいしい酒造さんそうそう、おいしい酒造さん、お酒の詳しい方はね、うん、いろいろ飲みたくなるやろうけど、こんな見てたら今日はね、うん、ちょっと玄米プティングだね。八重桜団子。鶏ごぼう。ちらし寿司。カレーらしいわね。山菜おこわ。牛カツ。うわこれも。結構美味しそうやねこれ、うん。味付け焼肉よ。ちゃんとした肉屋が入ってるの。じゃあすごくなかなかな。よかったね。うん、売店いろいろ売ってたから、うん、面白かった。面白かった。ああドライブ情報とかでな、こ、うん、渋滞情報とかも見れるから、ああこれがすごいな、おお。ここさ、うん、夜中は開放してないけれども、うん、雨の日風の日はそうやな、うん、暑い寒い時はこのガラス張りのこの中で大空間やからさ、うんうんうん、別に密にならへんし、そうやな、ゆっくりできていいな、うん、とか買ってもここら辺で食べれるよね。ベンチあるし、ね、うん、お昼間やったら。これは何の部屋なの？ホールかな？ホールやな、なんか、うん、あお前絨毯引いてるした、うん、2階はここまでなんや。そうだね、え、あ開放的、うん、これ何羽みたいなオブジェ、うまいな、ちょっと待って、ある怖い、みんなになんかおる、え、明智光秀ちゃん、うん、明智光秀さんよこれ、こんな顔してあったんや、カフェなのね、カフェやな、いいねここ、いいね、こっちはカフェ、あ、こっからカフェか、うん、こ、ほんでこっち側は自由に使ってんかな、うん、みたいね、どんなメニューがあるのっていう、あ、お安い、もっとリーズナブルや、安心価格やね、うん、安心価格、うん、あそこにベンチとかあっちがある、あるな、弁当食べれるな、ここでもな、うん、うん、車の中で食べたけど、うん、ガリレアのね、裏手ですけども、あ、こんな休憩する場所あるで、じゃあ、この近代的なと京都っぽい、あ、そうな、こっちも立った、そうそうそう、ほんで後ろはね、川が流れてる、これきっと川のしだれ桜がいっぱいあるから、うんうん、桜の季節は、うん、ちょうどねホールから出たらこっち側に出てきますから、本当、うん、利用できるよね、広げて、はい、一応水流れてるわ、あ、こんな感じで、いい感じやね、うん、芝生がちょろっとあるけどね、テーブルとか椅子もたくさんあるし、あちこち、うん、ホールの中でもね、ゆっくりできるし、
いんじゃない。あまり使われてないみたいけど、こっち側は、うん、でもこっち側気持ちいいな、ほんまな、気持ちいい気持ちいい。そこは降りられへんでしょ、うん、これそうそうそう、そのようになってんのよ。パッと見た時は俺キャンプ場のサイトかなと思った。はい、そんな感じでね、道の駅ガリレア、ぜひ寄ってみてください。裏でゆっくりね、うん、休憩できるし、車中泊でお借りするには、ああ夜間の台数が少ないから、うん、です。まあそれでもまあ仮眠でね、50台ぐらいはあるみたいなんでね、うん、仮眠するならね十分できるんじゃないかなという感じです。せあられか。これやね。目的地に到着しました。あ、横に工場がある。その隣に小津川あられ本部。駐車場もいっぱいあるしね、奥に。うん、せやな。縦長ですけど止めれますんでね。桜の季節やから。桜型のおかき。奥には何あれ？なんかいろいろ食べれるんかあれ。あれ作ってるとこじゃない？いろいろありますな。マヨネーズ人気ナンバーワンか、それ保津川だより、人気ナンバーワンな、うん、千鳥、あ、この、あ、この手のやつね。それが2番、硬さ具合がちゃんとほらほんまやな、3とかすごいな、ねえ、ほら、うん、書いてあるんや、これいいやん、歯が弱い人とか強い人あるから、これかわいい、ハート型してる、心結び5、あ、これこういうの好きやね、ほんま硬いの。これ面白い。にやけど黒こしょうやもんな。うん、あ、これだ。おお、あ、こんな長いんや。一度食べるとまた食べたくなる。ミカさんもあるで。悩むな。前日までに予約いただければ。この書いてくれるんや。そういうことですね、メッセージ。いいね。くりまんじゅう。なになになに。わあ、あるあるある。かりんとまんじゅうかな。これかな。そうかな。もうほんま、ええ色やな。わあ、うん、出た、いちご大福。いいしな。桜餅も、彼岸の前やから、ぼた餅も。大きいわ、すごい。大きいな、これ。うん、しっかりぼた餅やな。もうなんか、おしゃれ。じゃあ、二人も二つ。うん。家で。うん。絶対これやわ。これ。はい。あ、ギフトの方か。このアソート面白そう。何これ、野菜あられやって、すごいな、箱も可愛いやん、なんか、うん、ね、うわ、大樹ってすごいな、この幅、すごい大きい幅が、ザラメ、甘いやつ、あ、これ硬せで、どう見て、そうや、これしよう、めっちゃ膨らんでるぜ、ふっくらだ、うん、はい、なんかモータースポーツ関係のやつやってあるんかな、独自で、うん、すごいな、アニメがいっぱい入ってるわ、今は上、おー、これか、言ってたの、そうそう、こっちが、うん、パフェ、うん、フルーツパフェ、すごいね、うん、ま、すごい種類あるやん、私がね、今日食べたいのはこれなの、何それ気持ち悪い、白のワンコ、ワンコ、うん、誕生日当日やったら誕生日専用のね、うん、バースデーパフェっていうのを豪華な500円作ってくれるの、おめでとうって、あ、ほんま、でも当日でないとあかんから、結構種類いろいろあんねんな、でも、うん、すごいね、こんだけ種類いろいろ、何やろこれ、え、乗ってこられたお車のナンバー下2桁が当日指定された数字ならサービス券をプレゼント、え、そうなの、携帯電話番号の下2桁が当日これ、ね、面白いね、ラッキーシャットが当たするかね、おかしいの、え、ラッキーナンバー、携帯カーの数字車種は全てレジカウンターに表示してますって、アンラッキー、救済します、違反切符サービスって何これ、不幸にして駐車やらせよ、面白いな、今日のラッキーナンバーは
46、はい、え、シャトル、あ、ホンダのシャトルやな、うん、で、日替わりでいろいろこれ車種がほら、あ、ほんまや、ほらラッキーなやつ、ちょっと待って、それって決まってんの、もう決まってんの、じゃあその日に来たらええんか、うん、いろいろあるよ、ほんまや、ハリア、ストリーム、インサイト、あ、すごいねこれ、きっとここさ、ご主人がすっごい車好きなんじゃない、そうやわこれ、うん、これは楽しいな、楽しいね、うん、その名前があったらその日に来てしまいそうやな、本当やね、うん、ホンダホンダホンダって続くんやこれ全部、うん、なんでここにハリアがあるのかよくわからない、ホンダばっかりやもんね、その次がマツダや、これマツダの修学かな、6が、え、次の次がマツダや、4月は、うん、4月は、うん、昔のティラミス、相方さんがそれ、これ見てかわいい、あ、ほんまや、うまいこと作ってんな、ね、なあ、バニラアイスの上に、うん、うん、立体的な生クリームでワンコ、かわいくない、舌出してやろ、あ、ほんとや、何犬やろ、嬉しい、これにね、黒のワンコあるみたいですけど、メニューには載ってないけどできるみたいなんでね、あのチョコレートがかかってるのが黒のワンコらしい、いただきます、はい、いただきます、いやこれどうしよう、うわ、アナヤモはかわいそうやん、うん、顔取ったら、ざっくり言ったら鼻から取ったら、いやだ、どうしよう、もう鼻がないなぁ言うて、ちょっとやっぱりワンコかわいそうなんだ、うん、足の方が食べてるの、これは、いや、アイスはナゾタンさんに手伝ってもらうとちょっと無理かな、ここはね、ずっと触らないで、はい、まだダメ、これ乗っけてあげようか、やめてじゃあワンコちゃんかわいそうやけど顔いきます、あえげつないそぎ方やな、ね、あ、ここですね、はい、これがね、大井酒造さんのね、駐車場です、すごく広いです、ちょっとね、あの場所がね、細い道から来たら分かりにくいですけれども、広い道から来たらね、分かるんで、まあちょっと地図でね、よく調べてお越しになればいいかなと。はい、ここです。あ、これすごいね、この窯。この奥になんかいろいろ飾ってあるで。お茶屋さんと本蔵。茶屋と本蔵。あ、お前中で飲めるようになってんのか。うん、中でも外でも。すごい、中広々と。麹山酒とか、あ、飲みたけど今も、うん、お腹いっぱいだったな見学コース、この先を右を曲がりください、フロイド、これで水使っとったん、この水、うわ、ほんといっぱい並んでるわ、これ、うわ、和菓子、化粧酒、はかり売り、はかり売りとかもやってんの、ほんぐら、これ何これ、あ、貯蔵庫ですかこれ、すごい、ちょっと入ってもいいですかこれ、うわ、ひんやりしてる、すごく、いやーこんな大きいんやね、うん、2メーターがあるな、5283リッターって書いてあるからすごいな、これショップになってますけど昔はここでやってあったんですね、ほんなら、ここはね1995年まで、あーはーはー、それからその隣の八木町にいるところでね、はいはい、これね、キンキラーすごいな、これ消毒、うん、こういうの売ってるんやで、この量で、うん、アルコールのプロやからこんなん作れるんや、やっぱ、うん、スキンローションやって、へー、こういう化粧品的なやつも売ってんの、あ、そうやね、今日の香りツルリンクリーム、あ、看板にあったやつこれや、相方さんちょっとディスってたやつ、いや言ってません、看板なんで斜めやいて、ツルツルクリーム、ツルツルクリーム、その看板気持ち悪いわ斜めにするのやめてほしいわって言ったけどここやん、うん、真っ黒、羊毛、羊毛剤、うん、黒髪金ちょっと必要になってきた、ほんまや、コミヌカ配合のスキンローション、あ、サンプル品があった、
香る。あ、いい匂い。米ぬかやけど、そんな全然癖ない。あ、うん、もう手がどうしよう、若返ってきたよ、うん、どんどん若返ってきたよ。手だけ若返ってもな。それ全部若返りやったら頭からかぶるよ私。この人やってたんや、作ってたんや、ここで。お、ここ戻ってきた。ここがほんまのショップねんな、うん、あの、撮影してもいいですね。あ、結構ですよ。はい、どうぞどうぞ。あ、ほんまや、見えるわ。すごいね、昔の酒造り。うん、新米、新米、新米、上米。あ、うん、麹のね、手こうやってるし、手めっちゃ綺麗になるらしい。あ、そうな。なんでさっき化粧品売ってたんじゃない。あ、そうか、酒を作ることが高じて、いい感じになったんやな。はい、山田西二重日本酒。あ、なんか丸っちゃうね、米が。本当や、この丸いんや、一個一個。見たことなかった、そういうのや。細長い。こっちちょっと、こっちは細、ちょっと細長いけど、本当山田錦。祝い、祝い、うん、あ、まあ道具はね、こんな感じで、うん、で、なんでか知らないとこの人がいたいな。沖縄ずるさ、ワインじゃなくてお酒作ってるわ。飲みたいけど飲酒運転になってるの。そうそう、飲みたいのにね。ねえ、飲酒運転になってしまう。じゃあやっぱり天狗でしょ、うん、受賞したんやったら、うん、なんそれ、うん、お土産で、はい、はい、これをね、買います、うん、はい、はい、はい、私はね、あんまり日本酒を分からないのでこれにします。はい、はい、今日はもうこれで家に帰りたいと思います。はい、まあ神岡ね、いろいろ、まあ自分らでチョイスしたとこだけで、他にもね、いろんなええとこあると思いますけれども、まあ楽しかったです。楽しかった。はい、では最後までね、視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではでは、はいはい。